埼玉県のロットマン内田、はい、ワルフカダ京子ちゃんが自分のラジオ番組でフリートークをしていました、うん、いや今日も頑張っていかなあかんなと思ってるんですけどもね実は最近京子の好きなタイプ変わったんですけどもね、それでは発表します。京子の新しい好きなタイプはですね、王子様みたいな、王子様みたいなティンボですそれでね、嫌いな四文字熟語はね、不純性行為ね、これです。それでは始めましょう、深田恭子のメガウマラジオプッカ、ね、キャラクター変わってきましたね。ガラッと変えてきましたですけども、しゃべっとおもろいな、ドリチン差し上げておきましょう、次はですね、福島県のペンネーム、はい、人生を戦おう、はい、これ今日書いてくれたやつですかね、持ってきてくれたんですね。お、今言いました、知ってるつもりで矢部さんを取り上げていました、うん、さあそれではこの言葉でお別れしたいと思います、はい、矢部浩之、昭和46年10月23日生まれ。幼い頃から貧しい家庭に育った彼は常に貧乏との戦いの毎日でした。クリスマスにはサンタクロースの代わりに借金取りが押しかけてきたとも言います。そしてサッカー選手を夢見て高校へ進学した彼は相方岡村隆と運命の出会いをします。そしてナインティナインを結成。しかしそれは決して楽な道ではありませんでした。岡村家との確執、妻ひとみさんとの愛憎劇、そして実家との親子の関係断絶、芸能界を疾風のごとく駆け抜けた矢部浩之、若くしてこの世を去った彼のお墓にはこう、書き記されています。夕焼けにゃんにゃんって見ててドキドキしますよね綺麗なおはがきでございました。言うたな、ステッカー差し上げてみましょう、はい、こういうのにも出れたらいいんですけどね、我々もね、ほんまにね、死んだ時ね、はい、これ秋田市のペンネーム、はい、ひなはるですね、はい、新しい方ですけどね、はい、CM が流れていました、うん、レンジで煮魚文鎮飯久しぶりに文鎮さんこれね、忘れてた俺、彼もね古いかなと思ったんですけども、なんかぴったりの曲やったんでっていうことで、あの植えたんですけどね、ちょっと油断してたな俺も、もうちょっとない思ってたからな、文鎮飯やからね主演差し上げておきましょう、はい、長野市のペンネームパリーボーイからいただきました、はい、悪村隆が友達にブツブツ言ってました、うん、最近は何でもかんでも進歩進歩言うとるけどね、うん、そんなもん俺に言わしたら進歩やなくてチンポやねごっつ腹立つね、ごっつね、ごっつガッツ、あれ全然人の話聞いとらへんからねごっつガッツやで、あれ、いや雑ガッツやね雑ガッツ、ごっつガッツかまあ意味分からへんけどね、まあでもそれはそれでええがな、どれもこれもないがな、俺を束縛してもうたら何も出てけへんからね、繊細な小鳥やもんね、しっかりと扱ってくれんと割れ物やねんよ、割れることがあんねん、これよくよく考えるとよくあんねんね、小鳥は言うてねんけど割れんねんね、それはええねん、矛盾が多々あんのは多々勘弁やね、それもこれも岡村隆史や、いや笑ってるけどもこれ笑えへんで、いや一周して笑ってしまうわ、逆にやで、逆に俺は客観的に見てどうやら病気のようやね正味の話これ病気やね、やむ気と書いてこれ病気やね、病気やけども正気やで、人気はなくても平気やね人気は満期で選挙やね、一時が万事は高田の順次でもね、一時が十時は不満やで、オールナイト言わへんもんね、おかしいな、言わへん言うても言うねんけどね、でもショッキングやったで、ショッキングニュースやね、ショッキングパンツはピンクやね、バッティングチャンスはワンツーやね、今小鳥が飛んでいったね、会話という束縛を嫌がる小鳥が泡吹きながら飛んでったね、怖いね、ちょっとお腹痛いねお腹痛かったやん最後、これはすごいおはぎ、これすごいな、おもろいな、これはすごいわ、パリーボーイですよ、パリーボーイは どの方でしょう、ね、パリーボーイ、パリーボーイ、あー素晴らしい体育の先生、あすごいすごい、ちょっとすごいな、言葉のリズム、はい、すごいな、素晴らしいですね、これダブルでちょっと差し上げておきましょう、朱印とドリルと、ドリル、ドリル、ドリチンやろ、え普通のドリル送ってもびっくりするんで、ドリル送りますか、ドリチンね、ドリル、
でドリチンや言うてんねん、ドリ小西さんも壊れたで、あドリチン、ドリチンやないからね、パリボドリチンやないから、ドリル、このちっちゃいちっちゃいやつね、ドリルを送んねん、うん、あのドリチンじゃないから、あそう、朱印とドリルを、差し上げておきます。はい、面白かったですね、今日は以上ですか、はい、以上させていただきます、そうです、全部俺が悪いんや、今でもまだ愛してる、せやけど鏡に映ったあなたと二人、ナイティナインのオールナイトニッポン、さあ、ねえ、懐かしいな、今日はなんかな懐かしいのがいっぱい、流れてますが、まあ、ジングルとかも全部昔に撮ったやつですね、あのカラオケもね、カラオケもやってましたね、やばいっすね、久しぶり聞くとね、なんか途中からまあフェードアウトしたんでね、フラーっとなくなったんでね、うん、あのスペシャルウィークの時は必ず歌歌ってたんですが、そうなんですよね、もうめんどくさいなー言うてね、で、まあ、乗る気やったのは神田さんぐらいで撮らないの撮らないのって、いやもういいでしょ、うん、言って、うん、で徐々にフェードアウトしていったんですけど、そうですね、うまいとか言うからね神田さんは、うん、結構歌ってますよね、いろんな歌ってるな、ね、歌ってますけれども、うん、はい、今日は人がいっぱいでね、そうです、うん、うん、この後スタジオにハガキ職人が、はい、入るそうなので喋ってくれんのかな、みんな、どうやねやろうな、どうなんでしょうね、なあ、なんか恐ろしいやろ、なんかあそこ変な匂いすんねんちょっとさっき顔出してんけど、ほんまにハガキ職人なんですかねすごい精鋭たちを集めたつもりなんですけども、そうなんですよね、やっぱりこう各方で勝負する方々たちなんで、そう、やっぱりそのペン持たすと、ペン持たすとまあ顔変わるんでしょうけども、なんかね、なんて言うんでしょうね、うん、まだ谷口は下向いたままキャラ作ってるのか、はたまた本当にああいう子なのか、なんかコンビニでバイトしてるらしいんですけど、あそうなんですか、深夜やってるんですか、うん、深夜も昼もとだけその後は やりっぱなしかいっていうことなんですけどね、そうか、ここ入ってきていきなり喋ったらおもろいねんけどな、彼はでも化けそうですよ、なんかなんかしそうやな、爆弾持ってますよ、彼なんかは、だいぶ振ってるぞ俺ら一応振ってはみたものの、どういや今首振ってましたねマジでマジでちゃいますね、違うんかちゃいますね、マジで違うんか、そうかそうか、うん、あの豚汁師匠ちょっと気をつけた方がいいね、豚汁師匠、ああ調子乗りのタイプだからめちゃめちゃ喋るかもしれへん、ああそうですか、でもこれからも走るかもしれへんで、これからもですね、彼らに助けてもらわないといけないんでね、時間変わってもね、はい、ただこの内々のオールナイトには、波紋っていうのが少なからず ありますんでね、あるんですよね、申し訳ないなとは思うんですけれども、だから気をつけてほしいですね、朝吉もそうですよね、最初何でしたっけ、はがき職人来てましたよ、で来てたんですよね、岸和田の方来てたんですよね、そこでなんかちょっとブレイクしたそうみたいなところがあって、でちょっとの調子乗ってしまったんですよ、そうなんですよね、そのまま行くともうタレかいてしまうぐらいの恐れがあったんでね、事前にそれ防ごうやないかっていうことをやったんですよ、こちらサイドとしてはね、そうなんですよね、いやいいことしたと思いますよ、はい、でもね、そろそろもう朝吉の波紋ももう解いてあげた方がいいんじゃないかなと、そうですね、もう1時終わるんでね、そうですね、10時になったらもう朝吉ももう、うん、大丈夫やと、もう一回痛いですね、かといってもう朝吉聞いとるから、もう聞いとらへんからね、多分、うん、もう忘れてるでしょうね、僕らのことも、もし朝吉さん聞いてんのやったら、もう波紋解いたんで、解いたんで、ま、よかったら10時台で、またねおはがきくれたら、そうやな、嬉しいなと思ってるんですけどもね、どっちかやな、悪口言うてるかどっちかやなほんまにまだ聞いてくれてるか、うん、もうあれちゃいます、ネプチューンぐらいの大ファンになってるんじゃないですか、ね、言ってるかな、さあということでこの後はハガキ職人大賞発表でございます、はい、オールナイトニッポン、10秒前、やばいぞ時間がない、どうしたらいいんだ、8、やばい、7、青い線か、6、赤い線なのか、5、やばいぞ、4、あ3、あ2、ネティナインの俺の日本バーン、
こんなんあったんですね。最悪のジングルですよね。最悪ですね。恐ろしいジングル、ね、でも堂々と流してたんでしょ。流しましたね昔はね。僕が逃げたジングルですよね。だいたいあなたがわーって喋ってるジングルって、ね、あの僕が音に逃げて、そうですね、どうしようもなくなってあなたが喋り出すっていうパターンなんですけど、ね、赤い線なのか青い線なのか最悪ですねっていうのはありましたですけども、ねちょっとあの CM の間に、はい、はがき職人のみんなにスタジオに入ってもらいまして、ね、ずらずらと入っていただきまして、この集合体は何なんでしょうね。ソファーに座れたグミと座れなかったり別に、あの早入ったもんが、あれっていうわけじゃないんですけども、そうなんですよね、さあ、まあやっぱりイメージ違うかった、似てますよね。結構ね、1回目に集まった時なんかすんごいショッキングでね、ショッキングやったやん、マリナ俺のものショッキングやったやん、嘘やんっていうね、そう、人もたくさんおったんですけども、それから比べると、なんていうんですか、結構まだ普通と言いますか、ね、あ、はがき職人なんやなっていう、感じは受けるんですけれどもね。そうですね。これ誰が来てるか言っていった方がいいかな。ずらずらと。あ、最初やっていく。行きますか、じゃあ。じゃあ行きましょうか、ほんなら。じゃあ、どなりからですね。はい。第14回はがき職人大賞。中途半端だね。中途半端な、大学生以下ですね。そうですね、誰乗り切れない、ね、やろうとも、はい、谷口くんはちゃんと拍手してくれたんですけど、ずっとおつもりでんじゃないですか。そうですね、もうしんどいんですからしんどいですね、しょうがないなと思ってるんですけどね、谷口は大丈夫、大丈夫か、大丈夫やな、ラジオやからラジオやからうなずいてるだけやのって、多分もう緊張と興奮でいっぱいなんでしょうね、はい、ひょっとしたらもう10時になったら谷口正人のオールナイトニッポンに行ったらやるで、それやったら放送事故なるな絶対なるな、喋らへんからね、で今回はですね、はい、今年の1月から3月末、はい、先週までのハガキを一気に集計しまして、そうですね、結構上位に固まったんで、うん、今回はベスト3の発表と、はい、いうことで、3番目は、ま、までの、今噛んで笑われましたよ、今のが言葉の噛みたいなね出たで出たで、いつも聞いてるやつや、みんなあれなんですかね、録音、うん、とかじゃなくてオンタイムで聞いてくれてるんですかね。はい、聞いてくれてる、4人ほどです4人してくれたのみんなやっぱり職人たちはね、やっぱりもうその一時にパンと聞いて、もうまあはがき書き出すんでね。そうやね、豚汁師匠は聞いてくれてんの。ちゃんとオンタイムで聞いてますよ。豚汁師匠ちょっとおっさんおっさんやねん、ちょっとびっくりしたんやけどね、ファッションおっさんやねん、苦労してるんで、苦労してるあればっかりいいよね、さっき苦労してるっていうか、お待機してた部屋ば苦労してる、苦労それは多分苦労してへんの思うねんけども、でかいな、うん、どんな苦労してんの。な、のがめとね、のがめ今のは厳しかったな、ちょっと厳しかったな、さあ、はい、行きますか、行こうか、ほんだら、まあ、1月からね、3月の末までですから、うん、多少はね、うん、今までと違う、かも分かりませんけれども、緊張せえよ、みんな、いいですか、これは今日はタイが集まってますからね、うん、はい、名前呼ばれたら返事して、はい、なんかちょっと学校みたいやけど、ラジオやから分かりやすいから。はい、さあよろしいでしょうか。じゃあ行きましょうか。はい、それでは、はい、ベスト3の発表、はい、まず、第3位は、うん、結構いてますね。あ、結構いますね、これ 4名いてますね。あ、4名もいてたんですね、はい、計8枚読まれました、はい、第3位はですね、はい、高知県ペンネームブルームーン、ブルームーン、ブルームーンいますか。ブルームーンはいてないんですかね。ブルームーンいてないね。今日はブルームーンいてない、うん、じゃあですね、はい、同率なんですけども、第3位京都市、うん、宮島修造、宮島修造やったな、やったな、宮島修造3位でしたね。声晴れラジオや、宮島修造は立っております。座れませんでした、初めて入ったんやったっけ3位に、はい、ベスト3よかったですね。
前回8位から出世やな、頑張った。